はい、お疲れ様です。ゴレンさんです。本日は2022年11月で消える車種と継続される車種というのを、ご説明させていただきたいと思います。ユーロ5を、取得しないと2022年11月以降は新車販売ができないというふうに聞いております。実際にユーロ5をまだ取っていない車種が、こちらになります。まず大型でいきますと GSX-R1000R、GSX-S7 版、中型に入りまして V ストローム2版、同じエンジンの GSX-2 版 R、ジクサー SF-2 版とジクサー2版。この辺に関しては、V ストローム SX っていうのが海外で、ついこの間発売されて、でですね、それが今この段階で発売されるのであれば、多分ユーロ5取ってんじゃねえのっていう気がするんですよね。そうなるってと、この同じエンジン使ってるジクサー2版シリーズも、こいつらも、多分ユーロ5に対応してるエンジンがすでにあるのではないのかなというふうに思われるので、それを積んで持ってきてくれればまだ間に合うのかなっていう気はします。で、ついでにジクサーじゃないよ。V ストローム SX も持ってきてくれると嬉しいなと思っております。で、バーグマン200と。バーグマン200はね、古いからね、いいバイクなんですけどね。まあ、しょうがないかなっていう感じはしますね。で、ジクサー150。ジクサー150も、これも未だユーロ5対応してません。アドレス110。今、スズキのスクーターって、これしかないんですよ。アドレス110。ゲンニーのスクーターって。で、これが、このままでいくと、スズキのゲンニーのスクーターなくなるんでね。まあ、なんか、バーグマン125とか、なんかその辺が来るんじゃねえかっていう噂はあるんですけど、まだ発表されてないので、このまま行くと、現段階では、スズキの125、ゲンニーのスクーターはゼロになると。ということになりますね。じゃあ逆に継続される車種は何なのよということになりますと、大型でいきますと、まずはやぶさ、刀っていうか GSX-S1000 のエンジンがもう通ってるんで、この3兄弟、刀、ちょっと V ストローム飛ばして、GSX-S1000GT、GSX-S1000、この3兄弟はもうユーロ5通ってます。で、V ストロームの1050も通ってます。この辺はね、アルペンローダーなんで、これはどう考えても海外の方がマーケットが大きいんで、取らざるを得ないですよね。海外で売るモデルですから。まあ、日本はおまけで売ってるようなもんですよね。で、V スト6缶と SV6 缶と SV6 缶 X もユーロ5取ってるんですよ。こう考えるとね、この6班の V 型エンジンよくぞユーロ5取ってくれたと思いますよね。ありがたい話ですよ、ほんと鈴木さん。これよく取ってくれたなってこう見ると思っちゃいますね。で、バーグマン400、あ、中型に入ってバーグマン400と。でね、中型ね、これだけになっちゃうの。2班が全滅するから、このままでいくと中型バーグマン400だけになっちゃうんですよ。だからバイク屋に行って、おっちゃん、中面取れたよっていう風に行くと、おお、そうか、バーグマン400に乗れっていう、そういうことになってしまうって。おっちゃん、2班はないそういうことになってしまうんですね。やれやれですね。で、小型が GSX-R125 と GSX-S1125、 あ、S1000 じゃねえや、 GSX-S125 の2機種。この125もね、よくぞユーロ5取ってくれたなと、もう感謝感謝ですよね。感謝しかないと。まあ、多少エンジンとの出力特性が変わっちゃったみたいですけど、まあ、それでも残してくれただけありがたいと、まあそういう感じだと思います。表で見ますと、こんな感じになります。ちょっとちっちゃいね。28年度が、大型は2車種が、28年度までしか取ってない
排出ガス規制を取ってないのが大型が2車種 GSX-R1000R と GSX-S7 半と中型がねごっそり2班全部なんですよね。あ、ジクサー150も含めて。で、小型が唯一のスクーターアドレス110も消えちゃうと。で、逆にユーロ5取ってるのは大型が1、2、3、4、5、6、7車種、これだけ見てもね、いかに日本の市場を見てないかっていうところですね。中型の日本の免許種別区分がちょっといびつだっていうのもありますけど、まあ、海外に向けてもうちゃんとっていうか、海外の方がパイが大きいから海外向けを優先してやってるというのが見て取れますね。で、中型はバーグマ400だけ、小型は GSX-RS の125っていうことになっております。 XR1000R もなくなっちゃうんですね。これで GSX-R が125を除いて全滅ですね。7班も600も S7 班ももう6月30日で受注を締め切ったっていう話ですよね。で、私の乗ってる V ストローム2班も消えるかもしれないと。GSX2 班R も消えるかもしれないと。ジクサーも仲良く3兄弟揃って消えるかもしれないと。バーグマンもついでに消えるかもしれないと。アドレスも消えてスクーター全滅するかもしれないということですね。残ってんのはね、本当にもう大型、刀、ウイスト、GSX-S1000 兄弟、ウイスト6班、SV6 班、SV6 班 X。 いやー、本当に6班の V 型とこの125のは、まあ海外でも売れてんのですよね。きっと多分売れてんですよ、海外でも。だからユーロ5対応したんですよ、きっと。そうだと思います。というわけで、鈴木の専売店さん、鈴木ワールドさんとか売るバイクないっすよねで、最近普通の国内4社を取り扱ってるバイク屋さんも軒並みハスクバーナーと KTM の販売店さんに変わっちゃってますもんね。私の知ってるだけで3店舗ぐらいありますよ。もうそれだけ国内、日本の国内の販売店なのに、鈴木だけじゃ食っていけないっていう。まあ鈴木以外でも2班ぐらいは売れるんでしょうけど、いや、世知辛い世の中になりましたね。私の行っているソテホン五一店さんも、いつハスクバーナー専門店になっちゃうかわかんないですね。はい。というわけで、本日は2022年度11月以降も継続する車種、継続しない車種、ユーロ5によって販売が、生産が終了してしまうんではないかと思われる車種をちょっとピックアップしてみました。はい。以上となります。失礼します。